どうもこんにちは。座れる休憩場所検索とファインドマイタウンの管理人のペンタでございます。どうもです。今日はですね、地下鉄東西線のですね、茅場町駅の西改札に来ております。今日はですね、先日からのですね、ちょっと台風の影響で風が非常に強くてですね、外の撮影が難しいと思ったので、今日は地下街巡りということにしたいと思います。ということで、なんでね、茅場町西改札来たかというと、実は茅場町から日本橋のですね、東映浅草線のホームまで、地下でずっとですね、歩いて、アクセスできちゃうんですよね。はい、ということでね、過去にですね、一度通ったことはあるんですけども、改めてですね、ちょっと地下通路通って日本橋の方まで、茅場町から歩いていきたいなと思います。で、以前はですね、こんなに綺麗じゃなかったんですよね。西改札のところはずっと工事中でして、もうちょっとですね、天井とかですね、そういったダクトとかむき出しだったんですけども、だいぶ綺麗に、なりましたね。はい。で、こっからですね、今出口12番付近、おりますけども、昭和通りがですね、東映浅草線の方に、行きたいと思います。で、日本橋駅の中でも東映浅草線のホームっていうのは、比較的茅場町方面、茅場町寄りっていうか、なりますので、この地下通路でいうと、まず最初に東映浅草線の改札出て、その後に、東西線とか銀座線の、改札に当たるかなと思っています。で、ここのちょっと階段を下って、ここずっともう通路まっすぐですね。ひたすらまっすぐ行く感じですね。一応案内板があるんですけども、でもね、浅草線まで155メートルか。意外と近いですね。意外と近かったな。あれ？そんなもんだっけ？はい。ということで、前はですね、この通路もうちょっとアンダーグラウンド感あったんですよ。そう。こんなとこ誰通るのってぐらいね、もうちょっとね、この歩道幅も狭くて、片側一人通行ぐらい。なのでもう、なんだろうな、朝とか多分ラッシュ時は詰まるかなって感じなんですけど、でもね、朝もね、確か全然人いなかった気がするんで、だからね、ほんと誰得の通路なのかなって思うんですけども、そうですね、茅場町からね、日本橋に歩いていくっていう、そう、そこの優位性が、あるのかな。東西線ですとね、日本橋、茅場町って停車いたしますから、茅場町から歩くメリットってのはあんまないかなって思って、そうするとやっぱりあれかな、証券マンとかが、ここの地下通路を使って雨に濡れずに移動するっていう感じなんですかね。どうなんでしょうね。この辺は兜町で、永代通りのですね、この真下がこの地下通路になってるんですけども、この辺りはね、証券会社が非常に多くありまして、で、例えばね、株価のニュースとかでよく取り上げられます岩井コスモ証券のある、茅場町交差点のですね、株価ボード、あそこなんか結構有名ですよね。あと東京証券取引所とか、ありますので、でも証券も歩くって言っても、これ出口が今のところ、ね、横に出るとこないですもんね。このビルに通じる出口とかですね、ないですもんね。だから純粋にこの東映浅草線ホームに向かうっていう、そういう需要でしかないのかなと思います。で、今もうね、先ほどの前に歩いてた人を除いて私一人なんで、もう声が響き渡って感じなんですけど、本当に全然誰もね、利用してないなってところです。で、もうあっという間ですけども、東映浅草線ホーム着きましたね。あれ、こんな近かったかな。なんか前もうちょっとね、うねうね歩いて気がするんですけど、なんか距離縮まったかなって感じですね。で、一応ここの出口のね、開放時間は、ね、6時から23時になってますので、結構夜遅くまで、使える通路になりますね。でもこう考えてみると、茅場所か日本橋結構近いな。意外と近いですね、こう見るとね。で、もうここから、東映浅草線の、押し上げとか行くこの方、に行けますんで、もうここから、浅草線ホームついちゃいました。意外とあっさりして意外とあっさりしちゃいましたね。ですね、こう見ていくとですね、茅場町がこの上の
ところですね。ここからずっとこのね、下永代通り沿いに通ってって、この日本橋駅のところに来たわけで、ございますね。はい、ちょっとあっけなく終わっちゃったまあちょっとせっかくなんで地上出てみましょうかね。実際どんな感じかなってところでね、一回ちょっと地上に出てみて様子を伺ってみましょう。でも日本橋っていうとね、あのコレド日本橋とかが近いんですけども、最近イベント、コレドってよくイベントやってるんですけど、最近やってるそのなんかなんだっけ、あのイルミネーションだっけ、あのちょっとツイッターで流れてきたんですけど、あれは多分コレド室町の方なんですよね。だから、ちょっと分かりにくいんですね。コレド日本橋とコレド室町って2種類が、あって、日本橋駅からはコレド日本橋が近いです。でコレド室町はあの三越前駅が近いですね。じゃあ今ですね、あ、行くさっき D の2入り口かな、ここでちょっと上がってきました。今日はちょっと風が強いんでね、あの風切り音が結構ね、ガンガン入っちゃうかもしれないですけど、ご了承ください。はい、出てみました。日本橋のですね、駅に出ていました。あ、D2 ですね。日本橋駅 D2 出口です。ここがあの永代通りと平成通りじゃない、あ、昭和通りか。永代通りと昭和通りが、交差するところですね。こんな感じで。様々な、ビルが建っておりまして、はい、それではですね、あの江戸橋一丁目交差点の、先ほどのところから、もうね終わっちゃうのもなんかあっという間だったんで、ここから歩いて開発所の方をちょっと戻りますか。なってますね。で右のあのブルドックソース看板見えますね。今あの橋を渡りましたね。でここからですね、あの、まあ、黄色い看板の内藤証券とか、見えてきますね。あの兜町エリア入ってきます。もう入ってるんですかね。で、どうしようかな。ここはあれかな、この証券会社はなんか結構、建物厚生証券か、厚生証券のビルディングですね。レンガ調の建物です。なかなか、素敵なところです。で、まあ、永代通りはですね、ずっとまっすぐ行くとあの東洋町とか南砂町駅の方に、通じてますね。でここが先ほどの、東京メトロ、東西線のですね、茅場町駅の、出入り口ですね。あ、であと正面に見えるのがですね、あの東京証券会館、ございますね。極東証券、岩井コスモ証券、こういった感じになります。あれ株価のボードとか、あのそこのね、内藤証券のところにもね、株価ボードがあって、あ、そうだ、すいません、どっちかというと内藤証券の方がね株価ボードのイメージが強いのかな。
報道で使われるのってどっちなんですかね。あの左のね、岩井コスモ証券とかにもあのボードのディスプレイがありますけど、ね、まあいいや、ちょっと渡ってみましょうか。はい、これがあの岩井コスモ証券の、株価ボードになりますね。はい、この都営バス錦糸町からね、住吉、東洋町、門前仲町を通って、丸の内の方に、行きますね。都営バスがあります。でこれは東京証券会館、ですね。であと右横に見えるのが、これは花王の本社ですよね。本社東京本社ってやつかな、ちょっとごめんなさい、詳しく分かんないですけど、があります。ということで今日は、地下鉄東西線の茅場町から日本橋まで歩いてちょっと地上出てみました。あの思ったより近いですね。はい、っていうあの感想です。あの前はねもうちょっとね長かった気がするんですよね。もう少しね、歩いてた気がするんですけどね、だいぶなんか短くなっちゃって、もう少しね撮りごたえのある動画撮ればよかったんですけど、まあ今日はこんな感じで、たまにはね地下街シリーズもいいかなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録とか、あとウェブサイトの方もぜひぜひ遊びに来ていただければと思いますので、はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。